はい、キャプテン浩二です。はい、今外に出てきました。4時になりましたのでね。今4時2分になっております。2024年の1月の13日土曜日でございます。こんな感じで、すごくね、日がね、もう落ちかけてるんですけれども、今ね、4時の時間帯、すごくね、いいお天気ですよね。僕の家からですけども、本当にね、毎日ここ晴れればね、もう本当一年のうちでね、結構ね、冬場でもね、暖かいんですよね。暖かいというか、寒いんですけども、風が冷たいんですけども、なんかね、外を見るとね、もうね、春ですよね。で、菜の花がね、もう咲いてたりしますので、河川敷とか行ったらね、この辺は菜の花は咲かないけどね。まあ本当に、気持ちいい感じになっております。今日ねラジコンかね、昨日動画ね、前回の動画ちょっとすみませんね、メカニカルトラブルがありまして、そして今日はねもうすぐにね走行できるようにしておりますのでお楽しみください。そして、枯葉もねそんなに落ちてないしね、で風も強く吹いてますので、枯葉もところどころ掃除してますのでね、いいのではないでしょうか。この辺は本当に綺麗に、母がねいつも掃除してますのでね。はい、それではラジコンカー、今日はねしっかり走らせましょう。充電満タンにしておりますし、で昨日の不具合も修理しました。そして、帰ってきました。丸型のね20リッターオイル缶の焼却炉でございます。錆よけに外もね塗っております。こんな感じでね外も塗りましたので、あとねサンダーでねちょっと削ってきれいにしていこうかなと思いますけれども、まあこのままでもねいいかなと思います。ちょっとこの一等缶の方はねちょっと狭いような気がしますので、ね、これからねいつも通りこの丸い缶の方を焼却で使っていきます。また一等缶の方はねこれ予備でね、またキャンプとか車に乗せてどっか持っていくときにやろうかなと思いますね。はい、それではお待たせしました。はい、それではねパルス充電の方はあと2つですね。まあぼちぼちやってきます。充電の方はね、それからちょっと三脚を取り付けて、昨日はね本当はねもういろいろトラブルがありますよね。だからパーツをねまたね仕入れようかな、買おうかなと思います。アマゾンでねいろいろ探っておりますけれども、はい、そしたらちょっとね途中からになりますけどもすぐ終わりますのでね、ごめんなさいね、あんまり面白くない動画だったね昨日はね、僕も反省しております。拡大したままでね撮影したのでねちょっと見苦しかったと思いますけれども、そしてね、フロントタイヤね、モーターの方はね取り付けました。ライトチューンモーター今回ね、昨日のこの T-BAX のモーターはちょっとねちょっと分解してね、まあ動画回ってないところでちょっと分解してみようと思います。これなんかね重たいんですよね。だからブラシがもうすり減ってなくなってるのかもしれませんね。奥まで行ってるからねブラシがね、それを直したらまた元に戻るかもしれませんけども、とにかくね電力食いすぎですよね。ですのでライトチューンモーター今日やります。ライトチューンモーターで、でこれですね、このマブチの 540SH モーターとこのスポーツチューンモーターの比較ですね、これもまたやりますけれども、しばらくはライトチューンモーター走らせます。これ僕結構ねライトチューンモーターお気に入りなんですよね。そして昨日のねフロントタイヤの付け根の回転の不具合ですけども、こんな感じでここのね
アクセルシャフト、シャフトのね、シャフトのこのピンがね、取れてました。これだと空回りしてしょうがないよね。だからこれピンをなんかね、ちょっと太めのね、太めのこういったものをね、ありましたので、これをちょっとサンダーで削って、そしてここにね、まあ応急処置的な感じになるかな、まあ取れないと思いますけどね、エポキシパテを塗っております。ちょっと光っておりますけどもね、はい、それを今から取り付けていきますので見ておいてください。ちょっとね、望遠にしないでもこのまま取り付けますね。こんなもバッチリ取り付くと思いますけどね、はい、ちょっと面白くなかったと思います。昨日僕もね、動画見返したらもうあんまり面白くないんだね。やっぱ走行動画が面白いんだね。こんなグダグダ喋りながらね、やっても面白くないと思うんで、僕も反省しております。これからはね、もう走行動画とかいっぱいいっぱい皆さんに見てもらいたいので、またグダグダ喋ってますね、すいません。喋らないわけにはいかないしね、退屈してしまうかもしれないという、はい、パッパッパーっと行きましょうかね。たら、はい、もうすぐできますのでね。今日はもうトラブルないのでね、モーターも付け替えて、そしてちょっと試運転もしましたので、試運転もしておりますので大丈夫だと思います。はい、そしてこれを取り付けたら終わりやな。やっぱりね、Amazon で見てみるとね、 TT ジャルワのねパーツがいっぱい売ってて、やっぱりね、欲しくなりますよね。強化パーツというかね、メタルでできたアルミパーツもあるんですけども、もちろんね。そして、やっぱり、強化しないといけないのは、やっぱり、TT-01 の場合は、この、センタープロペラシャフトね、これが剛性がね、弱いということで、変えないといけないし、そしてここのね、今取り付けたここのね、シャフトの部分、これがちょっと弱いんですよね。だから中に金属製のやつ入れてます。金属製のね、ぐるぐるちょっとガタがあるけどね、まあいいでしょう。はい、そしたらあとはピンを入れて落とさないように、ピンを差し込んだら終わりでございます。まあいろいろまたね、パーツをね、いろいろ買って予備を持っておくとやっぱり安心ですよね。今回はもう自作でやりましたけどね、こういった針金みたいなんでね。金属製のアクセルシャフトはね、2700円とか今調べてみたらあったんですけども、ちょっと余裕ができたら買いますけどね。長くね、やっぱり使っていきたいんで、消耗部品というか、ちょっと弱ってる部分というか、ちょっとオイルも差しときましょうね。オイルもここアクセルシャフト側にちょっと汚れるかもしれないけども、まあいいか。かなりね、ダメージがねあるんですよね、今入れたからね。はい、これでいいでしょう。はい、できました。そしたら走りましょうかね。
こんな感じでね、昨日と違ってね、抵抗がないんだよね、あんまりね。で、これオイルさしましたからね、今ね。はい、これでいけると思います。そしたら早速ボディつけて走らせます。そしてタイヤね、タイヤ、この太いタイヤもね、またね、破壊してみますけれども、しばらくこれでいきますね。まだいけるのでね。はい、そしたら走らせましょう。ちょっと手が汚れましたけども、よし、楽しみだね。久しぶりのライトチューン、トルクチューンじゃなくてね、ライトチューンで、このライトチューンの方がね、結構高いんですよね。スポーツチューンモーターとかは1200円とかで売ってるんだけども、ライトチューンモーターはね、これ結構ね、1900円とかね、値段がしております。ですのでライトチューンモーターはなんかね、これに合ってるなという感じですね。これもともとね、ライトチューンモーターはね、僕のね TA-04 の方についておりました。ヤフオクで買った時にね、 TA-04 についてたんで、お得ですよね。こういったモーターがもう最初からついてるし、で、ある程度改造パーツもついてるしね、ヤフオクでそういうのを見つけたら買ってみてもいいと思います。お得ですからね。そしてこの TT-01 はもう5年ぐらい乗ってるけど、走ってるけど、全然いいですよね。その都度ね、壊れたらね、その都度修理するんですけども、ちょっと待ってね、椅子持ってきます。はい、ちょっと前の方に出しておきましょう。さあ、どんな感じかな。はい、椅子はね、充電で使っておりました。はい、見ておいてくださいね。またね、ちょっと下げます。この位置ぐらいかな。そしていい感じで、はい、今日はね、思いっきり時間かけて走ります。はい、行きます。やっぱいいね。あ、よくなったね。よくなった、よくなった。ちょっと待ってね。もうちょっと。いい感じ。思いっきり走らせましょう、今日はね。久しぶり。これだね、やっぱりね。フロント左タイヤがね、死んでたからね。フロント左タイヤのアクセルシャフトが、パワーがね、伝わってなかったんで、なんかね、実車のね、クラッチがね、滑るような感じがしたんですよね。ですので、よかったよかった。とあれだな。楽しいね。あ、いいですね。スポーツチューンモーターの方が速いな。ちょっとスピードが落ちてますね、ライトチューンはね。スポーツチューンの方がやっぱり速いかなと思います。ちょっといろいろ今日はね、ライトチューンでやるんだけども、スピードの方はね、伸びがないというかね、しばらく走らせたら
いやでもね、こんなスピードですよね、やっぱりね。確かに。こんなスピードで、まあまあ僕は悪くないと思いますけどね。遅いんだけども悪くないと思います。よく走るからね。昨日のやっぱり昨日のモーターに比べればね、元気がないというか、このトルクチューンモーターはね、バネで押さえつけてるんで、ちょっとね、ブラシの方がね、どうだろうね、ブラシがしっかり押さえつけられてるんで、それが抵抗になってるんかなと思いますけれどもね。その代わりブラシをね、しっかり押さえつけてるんで、しっかりね、接触はちゃんとなってる。してるんだと思いますけれども、まあ、それにしてもそんなにパワーがね出ないような感じですよね。まあジャジャ馬の走りはしないですね。もう素直にね走る。スピンもしないしね、こんな感じでね、オーバースピードで、飛び込んできても、もう普通に曲がりますよね。スピードが出てないからね。おそらく20キロぐらいしか出てないでしょうね、多分。まあそれでもいいですけどね、悪くないんだけどもね、普通にね、ちょっと物足りないかな。ちょっと物足りない気がしますね。まあよく走るのは走る。でこれでね、スポーツチューンよりも燃費が悪かったらね、最悪なんだけども、このライトチューンモーター結構ね、燃費がいいんですよね。おそらく30分は走ると思いますけどね、フル充電でね。まあしばらく走らせましょう。僕ね、あんまりね、スピードのね、出る車は好きじゃないんだよな。もう普通に、こういった、これぐらいのスピードで、
ぼーっとしながらね走らせるのがね一番楽しいので、何も考えないでねこうやってね走らせるのが好きなんですよね。でも確実にこうやって、ね、曲がるんで、まあ、確実に曲がるね、右も左もねちゃんとねバランスがいいよね。これはバランスがいいね。それにしてもちょっと遅いような気持ちしなくもない、遅い気もしなくもないよね。遅いよね、はっきり言ってね遅いんだけど、こんなもんかな。今日ねアマゾンのねサイトを見てたら38モーターに換装できる540モーターを38モーターに換装できる、プレートを売ってましたので、ちょっと興味はありますね。で38モーターのちょっとチューンモーター的なね、38モーターのスポーツチューン的なモーターを売ってるんで、それに付け替えてやると38モーターってね結構ね高回転回るんですね。回るんだけど、パワーがないんだけど面白いんだよね。昔38モーターも使ってたことがあるんだけど、ポルシェ934に38モーターをつけてそれで走ってたことがあるんだけどね、まあそんなに速くはなかったけどね、ゆっくりゆっくりだったけど、それに比べたらやっぱり540モーターだな。38モーターのブラシレスモーターとかもあるんで、それがどんなパワーがあるんかなと思ってちょっと気になったりしますので、あこれいいですね。でもねちょっと手が冷たくなったので、手袋をちょっとしてきます。寒い。はい、いかがでございましょう。手袋をします。変わってね。はい。はい、いかがでございましょう。ライトチューンモーターといっても加速もそんなに速くはないな。もうちょっとね暴れてくれたら面白いんだけどね。こんな感じかな。でもね、また22枚に変えるかな。加速もとろいな。こんなもんかな。ちょっと物足りないというか、まあいいや、これでいきましょう。まあでもね、こんなもんでしょうね。そんなに速く走らせるわけでもないので、長時間ね、走らせたいので、
いいですね。まあこんなもんですね。はい、いかがでございましょうか。ちょっと斜めから撮りましょうかね。コースを全部使いましょうかね。ほたらね、僕の家のコースを全部使って走りますので見ておいて、はい、全体的に見ておいてください。そんなに速くないけどね。このコースだったらね、もうちょっとね、もう一伸びね、スピードがね、伸びた方がいいな。もう、頭中になるからね。スピードがもうね、一定速度でね、頭中になってね、こんな感じでね、アクセル全開でも走れるんで、もうちょっと暴れてくれた方が面白いんだけど、まあ、走るのは走るからね。初心者さんとかはこういった低速ギアでね、思いっきりねアクセル全開で走れるような感じがいいのかなと思います。うん、悪くはないけどね。はい、いかがでございましょうか。僕としてはちょっと物足りないからちょっと飽きてしまうんだけれども、初心者さんとかは確実にね練習するんだったら練習走行だからね、うまくなるためにはもう確実にねぶつけないで思った通りの走りができるようになるためには、こうやってね、フリーのね、パイロンとか置かないでね、
それで推奨しますね。自分でちょっとねコース作ってもいいんだけども、コース作ってちゃんと走らせた方がいいんだけどね、普通はね。いずれねサーキットに出るんだったらね、将来的にサーキットタミヤのねレースに出るんだったらちゃんとねコースもね走った方がいいんだけどね。僕昔はね、中学校の頃はね、中学生の頃はちゃんとね昔のねタミヤサーキットを、チョークでコースを作って走っておりましたね。しかしよく走るからね。これは面白いね。もう一つメリットはね、タイヤがね、垂れたタイヤでもスピードが遅いから、どんなタイヤでもいいんだよね。そしてスピードが遅いからのメリットは、ギアの摩耗とかね、消耗パーツがね、あれなんで、いっぱいいっぱいたくさんね走らせることができるんで、ギアとかモーターはね、そんなに消耗しないんで、540でもいいし、スポーツチューンモーターでもいいし、何でもいいんだけども、とにかく燃費のいいねモーターね、まあ純正のモーターでいいかな。それでこうやって練習すればどんどん上手くなっていきますよね。走れば走るほどやっぱりね、上手くなっていきますよね。よく走るな。これはいいね。最高。
うん、これでこのスピードでいいですね。そのうちね、ブラシがすり減ってきてしまうと思います。よく走るなぁ。でもうん、問題ないですね。問題ない。これはいい。回転数はね、1万5000とか1万6000とかそんな感じだと思いますので、回転数はそんなに上がってないと思うんだけども、だからギア比のセッティングですね、低いギアというよりもちょっと高めのギアにセッティングした方がいいかもしれないね。トルクがあるんだと思います。スポーツ中もライトチューンだからトルクがちょっとね上がってるんだと思いますね。トルクのあるモーターはもうギア比をね、高めにセッティングした方が最高速は伸びるし、どうだろうね、ちょっとなんか変な音がしますね。
ちょっとぶつけましたけれども、フロントはね、バンパーがついてるからね、軽くぶつけたぐらいでは大丈夫ですね。ちょっと音が気になるんだけどね、キュッ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 言ってね、スムースなね音がしたら嬉しいんだけども、でもね、昔のね、タミヤのね、無段階変速のね、無段階巻き線抵抗ね、巻き線抵抗型の、無段階変速のあれが欲しいな、またやってみたいな。もう今アンプしかないからね、アンプといってもこれ何段階に分かれてるでしょ、だからそんなにあれなんだよね、スムースではないんですよね、加速のね、あれが、アンプが切り替わるんだよね、やっぱりね、昔、二段変速っていうのがね、ポルシェ934で二段変速っていうのがあったんだけども、そんな感じで、まあ、それよりはマシなんだけどもね、やっぱりギアチェンジというか、実車のギアチェンジみたく、ちょっと変わってるので、悪くはないんだけどもね、無段変速的に変わるギアというかオートマチックね、のような感じの方が好きなんだけどね、だから昔の巻き線抵抗型のあれがあったらちょっと落札してヤフクでちょっと探してあったらちょっと使ってみたいね、またね、確かね、定価がね、1200円だった。1200円で、ね、よく買ってたな。壊れるもんでもないけどね。その代わりサーボがもう一ついるんだよね。サーボがもう一つがいるんで、ちょっとあれなんだけども、まあ、今のこのね、TT-01 につかなくはないからね。ちょっと重たくなるけどね、サーボ1個分ね、サーボ1個分と、あと電池がいるんかな、まあそれにしてもね、昔のブラックカウンタックとかはジュラルミンの板が、シャーシがジュラルミン板だったからね、相当軽かったと思います、昔の。今はもうちょっと重たいけどね、だからそんなにスピード的には変わらないんじゃないかなと思いますけどね、今四駆になってるからちょっと速いけど、こんなに安定して走れるけどね、昔は肉だったからね、肉でなかなか難しい、シビアな運転を要求されてましたので、非常に優勝するというよりもレースに出たらコース飛び出ていくんだよね、下手したらね、うまく走れないんだよね。それにしてもよく走る。
うん、これはいいですね。バッテリーの持ちがね、いいね。スポーツチューモーターよりも走るかな。もうそろそろね、弱ってくるんだと思いますけれども、全然弱る気配がないんだよね。楽しいよね。でもね、これでいいと思います。バッテリーの持ちもいいし、そこそこ走るし、それでギアをね、高くすると、やっぱりギア高めにするとスピードはね、最高速は出るんだけれども、負荷がかかってしまうので、モーターとかね、ギアとかがちょっとダメになりそうだし、タイヤもね、消耗が早くなってきたりしますので、その点こうやって思いっきりね、走らせられるし、楽しいですね。はい、いかがでございましたでしょうか。まだ行きますかね。まだ時間あるね。1時間動画撮影、今日ちょっと伸びてますけども、ちょっともうちょっと走らせましょうかね。電池の持ちがいいね。ライトチューンモーターね。もうどん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 走らせましょう。走ってね。こうやってね、どんどん走ってね、練習すればね。ちょっとね、スムースさがないような気がしますね、このライトチューンモーターはね。途中でなんか引っかかりがあるんだよね、加速時にね。それもなんか大電流がね、なんか流れるからかな。大電流流れるんかな。電費はいいからね。電池の持ちはいいけれども、なんか引っかかりがあるんだね、今。こんな感じでね。
なんか引っかかってますね。引っかかりますね。そろそろ電池がなくなってきましたね。スピードがね、落ちてきました。アクセル全開ですね。はい、いかがだったでしょうか。しばらくこのまま電池なくしましょうかね。なかなか電池なくなりませんけれども、もうそろそろですね。はい、止まりそう。まだか。止まらないね。そろそろですね。まだ止まらないね。あ、そろそろ止まりますね。まだか。あ、止まりました。はい。
はい、ありがとうございました。今日はいかがだったでしょうか。このタイヤね、ホイールがね気に入ってるので、しばらくこのタイヤで走らせます。そして今ね順調ですのでね、順調というか問題ございませんので、これでしばらく走らせたいと思います。ありがとうございましたね。思いっきりね走らせて、まだまだねちょっと詰めていきたいと思います。どんなモーターがいいかね、やっぱり、スポーツチューンモーターが一番今のところいいなと思いますけれども、しばらくねこのライトチューンモーターも、燃費がねいいからね、よく走ったな今日はね。はい、また充電しておきます。また明日走らせるかもしれない、別の場所でね。それではありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ちょっとまた同じ角度になるんだけども、はい、写真撮っておきます。それでは失礼します。